花丸うどんでコクうまサラダうどん、だいたい400キロカロリーっていうのを食べてみたぜ。手前にあるのはかぼちゃで、人参、キャベツ、いろいろ入ってて、なんだそこそこ安いぜ。これはごまドレッシングが入ってるぜ。もちろんうどんも入ってるぜ。結構うまいぜ。まあまあだぜ。終わりだぜ。そこそこうまいぜ。